ミッション開始だ。ジョーカー行くぞ。オッケー、心得た。行くわ。行くぜ。行きます。ガゼロペルソナ5タクティカ。どうもこんにちは、ライラと申します。今回からアトラスさんから発売されましたペルソナ5タクティカ、こちらを遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。プレイステーション4版ですね。ペルソナ5の方は1周目全コープマックスなどやり込んで攻略済みです。またペルソナ3ポータブル、ペルソナ4などもやり込んでおりますので、ぜひこちらも合わせてご覧になってみてください。こちらですね、動画概要欄にございます。ペルソナ5タクティカの時系列としましては、本編のエンディング、つまり卒業式の直前あたりとされてるみたいですね。とても楽しみです。では早速ね、行きましょうか。よろしくお願いします。さあ難易度を選んでください。セーフティー、イージー、ノーマル、ハード、リスキー。やはりね、リスキーモードありますね。まあ最初なんでノーマルで行こうかなと思います。さあ名前を入力してください。すごいな、もう履歴に残ってるもんなということでまた乗りますが、ライラと申します。よろしくお願いします。ミッション開始だ。ジョーカー行くぞ。オッケー、心得た。行くわ。行くぜ。行きます。ガゼロペルソナ5タクティカ。心は一つの世界だ。それは地獄を天国に変え、天国を地獄に変貌させる。その突然の失踪に政界は大きな騒ぎとなっていますが、事件事故もしくは何らかの体調不良などあれこれささやかれていますけども、そろそろマスコミへの対処も限界ではありませんか。私の周囲にもうるさい小バエが飛び始めてきたのですけれど。なーに、今のうちだけです。心配には及びませんよ。俺が逆らうなど到底ありえない確かに。それはともかく、
あちらの準備の方は滞りなく。ねえ、根回しは進んでいますよ。我々の夢は近いうちに実現するでしょう。そのためにも今はやり過ごさねば。ええ、その時が待ち遠しいですわね。お、ルーブランですね。たったいまー。やっぱね、今回ね、キャラクターがデフォルメ調といいますか、いいですよね。あ、おかえりなさい。寒かったでしょ。彼がコーヒー入れてくれてるよ。助かる。ガチのマジで極寒だったぞ。ほら、モナもこんなだし。めっちゃ冷えてんな。猫は寒いと丸くなんだる。つつくな。てか猫じゃねえし。生き返った。そう、ということで割と思わぬタイミングでスナクシー来ましたね。もう一杯とカレーもあるぞ、モルガダは。うむ、いただこう。やっぱ気が利くな。すっかりその位置定着してるし、宗次郎もうかうかしてらんないな。なあ、我が輩の分は。もちろん用意してある。蛇口から汲んだ水を丁寧に火にかけ、丹念に仕上げた一品だ。飲むといい。ただのお湯じゃねえか。しかも水道水かよ。モナちゃんにはホットミルク用意してあるから。さすが春は分かってるぜ。人肌に冷ましてくれ。我が輩ちょっと猫舌なんだ。こう寒くちゃ元ヒッキーじゃなくても外出るのしんどいぞ。宗次郎もこれじゃ客が来やしねえってぼやいてたし。おかげで貸し切りにしてもらえたけど、ちょっと悪い気もするね。でもこうしていられるのももう少しだから。3年生はもうすぐ卒業。お前は地元に帰るのだったな。そう考えると今この瞬間も貴重な時間に思えてくる。寂しくなる。またすぐ会える。だよな。連絡は普通に取れんだし、ちっと遠くなるぐらいで一生会えなくなるわけじゃねえしさ。もちろん大学生になっても時々顔見せに来るから。絶対集まろうね。あ、海とか行こうよ。いいなそれ。次こそ去年のリベンジしてやるぜ。懲りねえな龍二は。俺も水着を新調するか。ちょうど着想が浮かんだデザインがある。環境に配慮し、使う素材の面積をギリギリまで削減したものなんだが。想像しちまうからやめろ。あの、ごめんね、私が変なこと言い出して。いいのいいの、卒業後もお楽しみがいっぱいってことで。おい、ついでに今も楽しもうぜ。コーラおかわり。またあんたは。ちょっとは遠慮しなさいっての。続いて春日部藤四郎氏の続報です。先日から消息不明となっている件について依然調査が進められています。首相指名選挙直前、有力候補と言われている春日部氏に一体何があったのでしょう。彼は若手候補として注目されていますからね。心配ですね。はい、春日部氏を支持する声は多いですし、世間からもかなり注目されていましたよね。その突然の失踪に政界は大きな騒ぎとなっていますが。事件事故もしくは何らかの体調不良などあれこれ囁かれていますけども。これネットでも騒がれてるな。あちこち陰謀論がどうとか言われてる。最近急にテレビでよく見る人だよね、若手の次期首相候補って。
そんな人が突然の失踪なんて、何か厄介なことじゃなければいいけど。いろいろと終わったばっかだぞ。さすがに追加ステージ早すぎだ。こいつのことはよく知らねえが、嫌なことあって家出でもしてんのかもな。春日部氏についてはあ、なんだ。テレビ調子悪いのかな。なんだろうね。おいおい、マジでテレビイカれたんじゃね。リモコンも効かないみたい。一体何なんだ。ただなんじゃこりゃ。おお、浮いている。いや、静止しているのか。ねえ、外が静かすぎない？何かが起こりましたよね、今。言われてみれば、窓の外が真っ暗。この違和感、まさかとは思うが、異世界絡みではないだろうな。まさか、そんなはずは。だって、ああ、異世界ナビは消滅したはずだ。何より、我が輩やお前たちの姿も変わっていない。じゃあ何なんだよこれ。さあ落ち着こう。わからない。外の様子は。真っ暗で何も見えねえけど、ちくしょう、嫌な予感しかしねえ。おい見ろ。光の中に謎のマークが浮かんでる。仕掛けたドッキリ。そんなわけないから。すごい大胆なことしますね、宗次郎さん。あれ、開けるしかねえよな。それしかない。危険では。行きましょうか。それしかない。こう捨てても手詰まりだし。すまないが、お前に頼んでいいか。くれぐれも注意してくれ。ここ、俺らさっきまでルブランにいたよな。それにみんな、どうして怪盗服になってるの？おいおい、あいつらこっち来るぞ。排除する。構えろお前ら。やつら一体何者だ。わからんが、襲ってくる以上やるしかねえ。散開して撃破するぞ。了解。右手は私とパンサーに任せて。それじゃあ私たちは左だね。行こう、フォックス。んじゃ、正面は俺らで潰すとすっか。モルガナさんの立ち絵というか
ちょっとじわるな。さあということで初戦闘ですかね。来るなら来やがれ、怪盗団なめねよ。おい、むやみに突っ込むなよスカル、相手は銃を持てる。突っ立ってると狙い撃ちだ、どっかに身を隠さないと。さあこの状況はそこに行くのかな。あ、そうだ、ジョーカー、あの壁の影に隠れろ。さあ移動とカバー、範囲内を自由に移動できます。壁や障害物のそばに移動するとカバーを行い敵の射撃をガードします。とりあえずここでいいのかな。よーし、完璧なカバーだ、そこなら安全だ。そこから敵を狙えるな、撃てちょっと。さあ射撃、四角で射撃を行うことができる。射撃可能なターゲットには赤い線が表示されます。赤い線が障害物にはまると攻撃できないんで、位置取りを考えてユニットを移動しましょう。まあ、これは届くってことだよね。なかなかいい位置取りだ、ジョーカー。はい。ナイスジョーカー。敵にヒットだ。で、モルガナさん。結構痛いぜ。覚悟しな。ターン制って感じかな。スカル、いい場所に。スカル、オッケー。敵を撃破。スカル、モットだ。こっちかわせたな、いいぞ。と撃ってきやがった。いいか、だがこんなの当たらねえ、ジョーカー焦って飛べさよ。フリですかね。さあブロック、背の高い障害物のそばに隠れてる場合、障害物のそばからの射撃攻撃はブロックとなり、受けるダメージが無効化されます。うまく活用してバトルを優位にしましょう。次は俺がぶっ放すか。いや待て、スカル、相手も隠れて身を守ってる。このまま撃っても効果が薄いならば、行くぞ。我が兵が引きずらしてる、見てろお前ら。近接攻撃、対象に近づきまるで近接攻撃を行います。近接攻撃を行うと対象を吹き飛ばし、その対象がいたマスを奪い取ることができる。近接攻撃を受けた対象はガード状態へ解除され、そのターン中はモビーになります。移動でいいのかな。移動でここ回り込んで、で後ろからってことか。バックアタック的な振り向いたけど振り向いてたような気がするけど、我なら見事だ、これで敵はモービーやつだ。今の瞬間でしょうか。さあワンマーガードしてない対象を攻撃するとその対象をダウンすることができます。対象をダウンすると再度行動できるようになります。これをワンマーと言います。これがワンマーか。ワンモア発生後、別の対象をダウンすれば再びワンモアが発生します。続けて対象をダウンして一方的に攻撃を仕掛けましょう。よし、ワンモア取れるかどうかでね、だいぶ戦況変わりますからね。この位置か、さすがジョーカー、ナイスカバーだ。はい、ナイスジョーカー、敵にヒットだ。よし、狙い通りだ。よーし、もう一発、このまま仕留めろ。できましたね。注意しろ。また出やがった。でもよ、要は壁から引っぺがしてゾンだな。ああ、その通りですね、スカル。今まで以上に我が輩たちの連携が重要だぞ。ジョーカー、こっからの指示は任せるぞ。時に落ち着いて戦況を見極めてくれ。さあターン終了。俺の出番だな。そうだな、スカールで移動させたい感があるけど、まあ、とりあえずこの前に出ますか。避けんなよ。の銃撃命中。そら、甘い甘いな。いいぞ。ここは大丈夫だよね。高い壁というか、なんというかなんで。いいぞ。そういうことだよね。で、近接いっちゃっていいんじゃないこれ。さあお願いします。はい、これでワンマーが取れるはず。あら、違うかな。ちょっと違ったかな。でモルガナさんも近接行っていいと思うな。はい、
悟しな。で、まあ、スカルこのままでいいんじゃない？そうお願いします。スカルもっとだ。ああ取れてるね。オッケーオッケー。で、まあ、この辺から安全に行きますか。そうか。よいしょ。ミッション完了だ。まあ最初にしてはなかなか良かったんじゃない。どうよ、俺らの勝ちだぜ。アワードあるんだね。やれやれ片付いたか。にしてもこいつら何者だ？シャドウにしちゃ妙な気が。わからん。そもそもここがどこなのか。やつらを取り押さえよ。反逆者には罰を。いっぱい来ましたね。反逆者には罰を。ゾロゾロ湧いてきやがって。ジョーカー、ペルソナだ。こいつら一気に蹴散らすぞ。さあ、ということでこれは戦闘かな。敵を全滅させろ。じゃ次は俺から行かせてくれよ。エルソンの力見せてやるぜ。さあ、スキルの使用、三角でスキルの使用することができる。スキルは変異を見せて攻撃することができ、攻撃時に敵のガードを解除します。ただし使用すると SP を消費します。よし、行くぜ。そのスキル使用、ジオペルソナ奪え、蹴った。よし、撃破だ。なかなかやるな。やるじゃないか、さすがは聞いても大丈夫だな。次はハイダー、行くぞ。やるぞ。そのスキルガール、吹っ飛ばされた。バッドステータス、攻撃の中には対象に状態異常を付与するものがあり、発動すると戦いを有利に進めることができる。見たか、魔法の力、うまく吹っ飛ばしやがった。仕上げだもんぜ、ジョーカー、まとめてやっちゃえ。この状況は、さあ、ということでこの位置でスキル使用、エイハー、おまとめできる。いいね、かっこいい。さあ、お願いします。敵全滅、ミッション完了だ。お、レベルも上がったね。これでどうや。片付いたが妙だな。うまく力が。ナビ、他の様子はどうだ。そろそろ片付きそうだ。そうか、ひとまずは安心だが。え、なんだこの音。つか、近づいてきてね。アリア様の砲台だ。最低限に手を向かいせよ。マリエ、誰だ。おい、なんだよあれ。
の支配は？私も下僕にしてあげるわ。ほらほらほら、さっさと奴らを捕らえなさい。なかなか物騒な前に乗ってますね。まだこんないんのかよ。やばいぞ、あちこちでどんどん敵の反応が。やば、囲まれた。うまく力が出せない上にこれじゃ我らが乱れなる魔術は忠義ある限り我らは不滅。数が多すぎる。お前ら逃げろ。さあ今助ける。しかし、黙ってんじゃねえのか。しっかりしやがれ。おお、助かったぞスカル。いくら倒してもキリがない。これではラジアかん。これはまずいかも。ジョーカー、ここは俺らに任せて、あいつら助けに。スカル、後ろだ。え？スカル！ジョーカー、モナちゃん！なんとかここまでしのいできたが、これは。追いかけ回す手間が省けたわ。お仲間はこれで全員かしら。あー、なんじゃこいつ！スカル、今助けるから。ダメ、今手を出すと。分かってるじゃない。こいつの命が惜しいならおとなしくなさい。さあ、ということで選択肢はね、ひよもの目、スカルを離せ。あら、私に命令するなんて頭はあまり良くないようね。ジョーカー、俺に構うな。お前ならこんなやつ。まったく下品で吐き気がするわ。反抗的でよく吠えることだったら面白いもの見せてあげる。てめえ何しようって。黙ってて、すぐに分かることよ。そういう生意気な口二度と聞けなくしてやるから。随分と変わった力を持ってるのね。ああ生意気ね。なら従わせてあげるわ。私の下僕。さあ、賊を皆殺しにしてしまいなさい。仰せのままに喜んで。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。
またツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。